ビクトルス・ボーロフビクトルス・ボーロフはイギリスの作家、歴史家、ロシア人、元ソ連軍参謀本部情報総局の諜報員。ビクトルス・ボーロフはイギリス亡命後日本を出版する際につけたペンネームで本名はウラジーミル・ボグダーノビチレズン。1947年、ウラジオストクの海軍軍人一家に生まれる。11歳の時、カリーニンス・ボーロフ学校に入校した。 その後、キエフ諸兵が共通学校に入校した。1968年末、ゾイカルパチア軍艦区の戦車小隊長に任命。彼が勤務した部隊は、1968年8月のチェコスロバキア占領に参加した。チェコスロバキアからの部隊撤収後、ゾイカルパチア軍艦区に勤務し続けた後、戦車中隊長としてソイボルガ軍艦区に移動。1969年春。 レズン上級中尉は、ソイボルが軍艦区本部、第2局の情報将校となった。1970年夏、有望な将校として、軍事外交アカデミー受験のためモスクワに送られた。彼は、試験に合格し、第1学部に編入された。アカデミー卒業後、グラの中央機構に送られ、第9局で働いた。1974年、レズン大尉は、 中ジュネーブ国連附属ソ連代表部署機関法をカバーにして、妻女と共にジュネーブに派遣された。彼の業務はうまく進み、三党書機官に昇進した。1978年6月10日、レズンは家族と共に失踪し、直ちに捜索願いが出されたが、6月27日、スイス当局はレズン一家がイギリスに亡命したことをソ連側に伝えた。ソ連は、 レズンの父親を通して説得を試みたが失敗に終わったその後レズンは祖国反逆の罪で欠席裁判で死刑を言い渡されたイギリスではビクトルス・ボーロフとして執筆活動に従事しソ連の軍事情報スペツナズ解放者の話等が出版された彼自身の言葉によれば 最も重要な作品は、ソ連が第二次世界大戦を始めたことの証明に充てられた最標戦であるという、ありがとうございます。